揃いも揃って急に現れて。お帰りのとこ申し訳ないんだけど、しじみさんさ、わかめさん知らない？わかめさん？ああ、出張ですよ、3日くらい。でも今日戻ってこられるはずです。あれ？社内共有に入ってなかったです？出張？なんでも毎年受けているカウンセリングセミナーに参加されるって。あ、ちょっと、どこ行くんですか？ダメですよ、勝手な行動は厳禁です。なーに、しじみさん別に俺の上司じゃないでしょ。あのね、何ですか、怖い顔しても無駄ですよ。だからどこに行くつもりですか？あんたそういえばワカメさんのこと好きでしょ。え？やっぱそうなんだ。いや、そういうんじゃなくて、私は別に普通にこうシンプルに。そういえばしじみさんってここ入る時のストレス耐性テストでとんでもない高得点出したんだっけ。ヒステリックに見せて腹の底じゃ冷めた顔してんだ。じゃあワカメさんと相性いいかも。ワカメ先輩の、ワカメさんの気持ち考えたことあるんですか？あなた、あの方のことを疑ってここに入ったんでしょ。じゃあもうとっくに分かってるんじゃないですか、ワカメさんがあなたの弟さんを追い詰めたわけじゃないってことを。久喜さんだってそうです。もう分かったならいいじゃないですか。どうしてまだ縛るんですか？何？ワカメさんが一生懸命対象者に接している時も、私たちと一緒に笑ってる時も、あなたの心身を心配して走り回ってる時も、ずっと憎い気持ちでいっぱいだったんですか？あのさ、お二人はあの日、あなたの弟さんが駅のホームにいると知って心配で駆けつけただけなのに、自分はどうなんですか？あなたが一番隣にいた弟さんの。ダメだよ、ワカメさん、もう行きな。何も聞かなかったことにするから。申し訳ありませんでした。出張ご苦労様でした。お疲れ様でした。な、でどうやってカレーさん巻いたんだ？麻酔さんからイカ釣りに強制連行されるって言ったら朝から解放された。ああそう、悪かったな。しじみさんには俺から言っておくから。別に1ミリも響いてないからお気になさらず。あのな、で出張ね、実りはあった？あー、なんだ、内勤延長したことまだ怒ってんのか。あんたの方はずっとこそこそ何やってんの？こそこそ何の話？こっちだってバカなガキじゃねって言ってんだよ。カレーさんが急に端末のロック変えた、浮気してる男かと思った。わかりやすい。あんたの出張なんてこっちのケージに回ってなかった。セミナー、こんなタイミングよく、わざわざ3日間も使って。あのな、さっきから何を。もういいわ。海、人をてめえの庇護欲の消化に使ってんじゃねえよ。ただ恋に落ちてく私を見て、あなたを憎めないあんたもので。ちょっとずぶ濡れじゃないですか、ワカメさん、これ使ってください。いやー、お疲れ様でした。今回は特に重いセミナーでしたね。改めて同行させていただきありがとうございました。あ、そうだ、セミナーのレポートの提出期限が今週。どうしました？固まっちゃって。いや、ちょっと痛恨のミスをたった今犯しました。
基盤のオルカ。そういやしじみちゃんのストレス耐性ってどれくらいすごいの？高さ世界一のバンジージャンプ飛んだ後にすぐ激辛ラーメンをビールで流し込めるくらいの弾力がある。いやそれストレス耐性とは別次元の話じゃん。泥酔したノリで心霊スポットのトンネルに突撃して一晩爆睡したこともあるらしいし、幽霊ですら避けるレベル。本当は生成したんじゃない？どいつもこいつも。おい海、失わないとわからないとはもう言わせないよ。次回トラック15、初期化されていません。何がですか貝原さん。